2月21日金曜日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて65円と34銭安い 23,413 円81銭でした。朝方こじっかりで始まって3500円台という推移があったんですが、結局じりじりと売り物に押されて前引け時点ではマイナスに転落して終えています。トピックスは昨日に比べて 0.93 ポイント高の 1675.41 でした。トピックスはかろうじてプラスを維持していますが、こちらも日経平均と同じように朝9時半あたりまではこじっかり、その後は上げ幅縮小になりました。新興市場も同様の動きで、マザーズ指数が 2.74 ポイント高の 826.04 と、こちらも朝方に比べると上げ幅縮小で終えています。ジャスダック平均も12円70銭高でありました。日経平均を除く3指数がプラスですが、それぞれ上げ幅縮小失速というのが午前中の動きでした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は2万4000円の節目からやや遠ざかっています。新型コロナの問題、国内で新たな感染者ですとか死者が出ていると、さらにもともと日本の GDP が、今週発表されたものですね、かなり悪いということで、どちらかといえば売り物が出始めているというのが午前中の動きであります。ただチャート形状を見てみますと、この2万4000円と2万3000円付近のレンジ相場が昨年12月半ばから続いていますが、そのレンジを大きく逸脱するような動きにはなっていません。頭打ちといったところでしょうか。こうした中、為替相場ではかなり円安が急速に進んでいます。1ドルが112円台の円安、この時間ドル円が112円の3銭から4銭、ユーロ円が120円の87銭付近となっています。ドル円の冷やしチャートです。ドル円ですね、こちら去年の10月以降おおむね108円から110円という2円幅の中で膠着状態が続いてきたんですが、ここ数日一気にドル円が上の方向、つまりドル買い円売り方向に傾いています。昨日ニューヨーク時間帯では112円の20銭台という円安がありまして、10ヶ月ぶりの円安に触れています。新型コロナの問題などで円を売る、つまり日本を売るような動きが為替相場ではかなり顕著に見られています。こうした中、東京市場の個別銘柄でありますが、今日9984ソフトバンクグループがそれなりの強さを見せています。ソフトバンクグループは今日で3日続伸であります。スプリントと T モバイルの合併話、こじれにこじれてきてここまで引っ張ってきたものでありますが、株式の交換比率を修正するということを発表しています。統合に向けて具体的にじわじわと動き出してきていると、具体的な情報が出始めているということで、どちらかといえば安心感につながっているようです。ソフトバンクは 2% 近い上昇で午前の取引を終えています。一方、新型コロナ関連であります。4901富士フイルムホールディングス、子会社の薬品会社が、新型コロナを調べるための試験薬、試薬ですね、試薬の開発に着手したなどと報じられています。このあたり一定の材料として買う向きがあるんですが、大きく上げるには至っていません。市場全体の地合いの読めなさ、悪さといったものも影響されていそうです。今日の東京市場は午前中始まった段階ではこじっかりといったムードでしたが、じわじわと上げ幅を縮小、日経平均はマイナス転落、65円安で前引けを迎えました。以上、東証アローズからお伝えしました。